まずはですね、あの営業所を発表される前のですね、どういう生活をしてたか教えていただけたらなと思います。どうでしょう。はい、はい、では、お願いします。はい、じゃあ行っちゃいますよ。じゃあ20代では飲食店でサービス業などの職業を経験してきました。もともとお酒に興味があったのでソムリエの資格取得を目指してワインスクールに通いました。素敵ですよ、こもちゃんね。ALS 発症当時は小さい頃からずっと憧れていた飛行機に関する仕事がしたくてグランドハンドリングをしていらっしゃったんですね。そういうパドルを持ってやる人かな。な、違うかな。あ、そういう感じ。うん、あ、合ってたみたいですね。どんな天候でも安全を優先する仕事は大変だったけど夢を叶えられて嬉しかったです。空港の近くで自立した暮らしを楽しんでいたところ、どうなりました。空港での業務中、まあ、その無線機器を使って、まあ、連絡をあの取り合うんです。それが相手から聞き取れないと言われることが増えてきて、で、まあ、それが2ヶ月ぐらい続いていたので喉が悪いのかと思って近くの耳鼻科を受診したところ、脳梗塞疑いと診断されました。でもなんかちょっとろれつっていうか、その喋りにくく、そういう風に言われてしまいそうな症状ではね、あるかもしれないですよね。そう、